い、こんばんは。じいちゃんはんのかっちゃんです。今日はね、初めてのポッチ旅として、今日はね、ここ朝鮮トンネルを選びました。なぜ朝鮮トンネルかっていうのもちょっと僕にもわかりません。ただ朝鮮トンネルを選んでみました。はい、そういう、ただそれだけのことですね。それとちょっと試したいこともあって、まあここが、まあじいちゃんにとってはね、思い出のある場所だし、まあそろそろダムもあって結構通行止めが多くなっております。ですからね、まあこれが最後ぐらいでちょっとやってみようかなーなんて思っちゃったりしているわけですよ。てなわけで、今からちょっとね、車降りてやってみたいなーなんて、あーごめんなさい、やってみたいなーなと思っております。では、車来ないだろうかな、とりあえず止めます。見えますでしょうかね、朝鮮トンネル。うん、まあよくある、まあ有名なとこで、僕らにとっては、ね、いわゆる一つの思い出の場所になりますね、ここは。それでも一人で来るのって初めてなんですよね。うん、なんかすごい不気味だよね、怖いよね。でもね、そんなにあれでもないし、普通のとこだし。ちょっと待ってくださいね。今カメラで動画を撮っています。こっちの方が多分オーブ映りやすいね。これ早速オーブが飛び始めましたね。いいね。はい、ではね、今からポッチ旅行きたいと思っております。まあ後ろにこうやってね、電気をつけて行ってみたいと思います。やっぱ一人怖いし、朝鮮トンネルはね、もう何度も来て、いろいろお世話になったトンネルですけど、まあこれももうほぼ最後になるかもしれないかもしれないし、まだまだ残るトンネルか分かりませんが、ね、ちょっと最近落書きが多くなりましたね。こう感じると、まあ変なやからさんたちがまあいろいろやるんでしょうけどね。皆さんはね、本当にね、落書きだけは、あ、 S17 って書いてあるから多分もうここは検査が入ってますね。うん、これ S、 これ S、 これ、急になんか音は切れた。これはやっぱり反響がなくなった証拠でしょうか。寒い、そのか、しかし寒い。やっぱしムイ君の大切さってよくわかります。ライト、カメラ、まあいろいろありますけど、いやーもう本当に一人寂しい。いやーすごい。あ、やばいっすね。いや、臨場感ありますか、皆さん、これ 笑えるね、一人で来るっていう、このトンネル。
マジポツポツ切れるんだよな。カメラには何も映りません。カメラに何か車が来ちゃった。じゃあ撮影しながら行きたいと思います。ね、今ねこうやって画面の中でもうっすらとオーブが映っておるのは確かですね。今ねこうやって歩いてて僕の右斜め上ぐらいにこの辺ですね、ちょうどボケますよね。ここに一人いますね。いや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 、久々に感じるこの霊感いいです。いや面白いね。ほら今ね白いのがスッと通ったね。面白いっていうか、うん、いやこうやって見ると朝鮮トンネルも見えるでしょうか。これというわけで、あ、電気つけないんですか？怖いっすよ。これ出た後、この隣の崖の方行くともう一個ちっちゃいトンネルがあるんです。そこも見ると価値ありますよ。ちょっと落ちないように下が川だ。どうも。わ、なんか朝鮮トンネルで人と会えるなんて本当嬉しいです。でも結構これ、あー、オーブがいっぱいって言っても、あー映ってる。虫だな、虫が多いですね。もうまだもうちょっとあれかな、まあ虫が多いのは当然ですけど、目の前に虫が飛んでるのも見えません。普通だったら見えるんですけど、結構ね。皆さん、来てますけど、そうですね、今日はスマホですからね、なかなか
撮れないツヤ撮れないっていうのもあります。動画も撮ってませんまだ。では帰ることにします。一人撮影はこんなに大変だとは思いません。ねなかなか勇気のいるもんっていうか、まあもうちょっと怖いかなと思ったんですけど、別に普通のトンネルで終わっていきそうですね。はい、出口に着きました。ここにはね、もう一つ二股トンネルという噂のもう一個のトンネルあるんですが、なかなか人に会えることもなく会えたっていうことも不思議だし、っていうか何もないっていうのを初めてです。今度はやっぱしムイ君連れてこんと、カメラ持ち、彼までナビとね、カメラマンしかないと僕来れません。ここに来るのにも迷ってもうナビの言うことが聞けずに、結局霊感で来ちゃいました。ここまで本当は使いたくなかったのにね。まあよりか人が多いっていうか通り道になってるね。よっしゃ、雰囲気的にはねいい雰囲気な、マジ怖い。まあ入り口の近くなってきたせいか虫が多いのかな。オーブではないね、これは完全に。俺ん家の家よりオーブ少ないんだよな、ここ。ではこれで撮影も終わらさせていただきます。つまらない動画でどうもすいません、許してください。もやもやは結構来てますね、うん、虫が多いからオーブと虫が間違えられるね。これはムイ君にとっては大変なことだと思います。はい、朝鮮トンネルの一人旅、つまらない画像になりましたが、無事終わらさせていただきました。珍しい珍客っていうか人がいたこともちょっとびっくりだし、で
ね、いろいろ回らさせてもらったけど、初めてでした。朝鮮トンネルで人が来るなんて。